本日はこの白いまんじゅう、まんとうと申すおまんじゅうに北京ダックを挟んでお召し上がりいただきます。今から挟むエビせんなんですが、こちらも半分ぐらいにおられまして、この白いマントに挟んでお召し上がりいただくと美味しく召し上がれるかと思います。こちらはですね、もう皆さんハンバーガー召し上がるような感じで手で召し上がってらっしゃいます。はい、もう出来上がりました。こちらも出来上がりでございます。じゃあお湯の方。